今日はね、ちょっとね、えなちゃん、モンスト、ね、ちょっと強くしていかないといけないっていうことで、キュベレー、そうですね、キュベレーの、極み、あ、ひよこになった、あー、ひよこ、戻れない、本当のひよこだ、かわいい、このひよこ、豆知識はもうないよ、あー、ごめんなさい、本日のお話は私、ゴーですね、アシスタントは仮面寿司の神谷エリナです、えなちゃん、さらっと始めないといけないからですね。豆知識ないんだもん。全部言い尽くしちゃったから、ね。すべての。そんなのゴージャス動画じゃない。いや元々はなかったから。さあそんな感じでね、今日はね、ちょっとね、えなちゃん、モンスト、ね、ちょっと強くしていかないといけないっていうことで、ちょっと一回クエスト行ってみようかって話で。はい、お願いします。ね、でこちらもう部屋ができてますんでね。はい、こっち神父。神父さんでいいんですか？そうなんです、このね、あのね、神父、はい、うん、使い込んだね、ねもうちょっと気かかってた、うん、ねはい、これでいきます、私はの、リュービのレベル27、舐め切ってるね、俺舐め切ってる、うん、これからですよ、これからこれからね、うん、まあね、さあ、それでですね、これは、キュベレー、そうですね、キュベレーの、うん、極み、うん、はい、スタミナ35、ちょっとね難しくないでしょ、エリナちゃん合わせで、エリナちゃん合わせで、うん、うん、俺もキュベレー初めてなんだよね、自分、うん、俺も初めて、あれ初めて、大丈夫っしょ、なんかね、新しいギミックが登場したらしいんで、あ、ほんとに、うん、まあ、大丈夫っしょ、極みごとき、ひよこ湯か、カナリ湯か、違う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 、ひよこ湯か、ひよこ湯、カナリ湯か、違う違う違う、あのお湯をこう弾いててくれた、違う違う違う、違います、あ、違う、はい、ひよこ湯か、うん、へえ、あとおいちゃん見てください、これジャス君、はい、お、え、ちょっと七色になってるってことは、うわ、怖いでしょ、ラックが極みになってる、怖いね、クローバーが極みになってるでしょ、これもそう、この人はね、うん、何回も何回もルパンのクエストをやって極みにして進化したんだね、これね、怖いでしょ、怖いね、なんぼほど時間あんだって話だよ暇なんですか、そんな編集しろよって話だよ、おいちゃん編集忙しいはずなんだけどね、ね、うん、で別にこのタイトルだけじゃないじゃないですかいっぱいやってますよ、いやいや、いっぱいある中で双子、三つ子ぐらいなんじゃない回ってるんですか、みんなで回し合いして、おいちゃん三つ子説、三つ子説出ましたけどもね、はい、クラゲは、うん、ラックに舐めとるね、今度はね、これ回れって話だよ、今度もっとやれよ、もっとやれよ、強いんだって、クシナだ、まあね、この辺で、はい、よし、そんな感じで私、ウォッカでね、はい、ね、無難に、はい、いきましょう、それではスタート、スタート、まあね、案ずることはない、うん、大丈夫、リュービーだから私、うん、リュービーって何した人か知ってる、玉手箱開けた人、おすごい、波紋を呼びますさあ来た、はい、大丈夫、こういうのは得意だから、この何ですか、真ん中のこれですね、新しいギミック、これがカラリュウか、ひよこ、ひよこゆか、これ何、踏むとどうなの、これひよこになるらしい、ひよこになるの、うん、見たい、じゃあ、一回やってみます、え、ひよこになるとどうなるんですか、あ、ひよこだ、ひよこになった、戻った、あ、もう一回踏めば戻るんだ、戻るんです、あー、そういうこと、じゃあそんなに怖いことないです、うん、いやいやいや、あ、ひよこになった、あー、ひよこ、戻れない、本当のひよこだかわいい、このひよこ、すごい、一回しか踏んでないから足は戻れなかったわけですね、いや、すごいな、なんだろう、ひよこ、本当のひよこだから、なんかね、しかも半分殻に入ってるから、生まれたね、かわいい、あー、 あ、ひよこになった、あ、このまま次、あ、まだいるかバトル2に移るとき変わるのかな、参ったね、これね、ひよこになっちゃった、あ、やばい、ひよこになった、やばいやばい、俺もやばい、ひよこ、あれ、え、ひよこのまま、うわ、ひよこのままいくうわ、戻らないんだ、あ、また踏まなきゃいけない、うん、ひよこになったら何が変わったんですか、おーし、戻ったね、悪くない、やった、何も分からず、ステータスが下がるって、
ステータス、攻撃力。うん、なるほど。なかなか私いいプレイしました。うん、訳も分からずやってたけど。訳分かってます。あー、おいちゃん参ったよね。みんなひよこだ。参ったね。戻ってくれる。踏めない、横のまま分かったぞ。かわいいね。お、ナイス。よし、いい音。あー、戻すのか。いいよ。うん、流れに身を任せて。いいですよ。弱点。いやいや、あ、いやー、マジ言ったんじゃないの。まだいた。あとはね、あとは大丈夫でしょう。あれ、ひよこさん。ひよこさん、あ、行かないで、行かないで、よし。おー、みんな戻った。よし、おぉ、うん、もう次いや、途中からひよこ。うまい、うまい、やったよ。うまい。アンチひよことかいないのかな。ひよこ回避とか、ね、アンチいらずに勝てるでしょ、ひよこは。いや、ひよこ邪魔だな、これ。ひよこになりたい人もいるかもしれない。いやー、攻撃力とか下がってんだ。ステータス下がってなりたいやつってもうイカれてるよね。さあ、ビジュアル重視。これがキュベレーですね。おお、可愛らしい。これは参りましたね。よし、行っちゃいましょう。ああああ、待ってる。うん、一応ね、ひよこになってても貫通は残ってると。よし、戻った。いやいやいや、またひよこめん。そして、思ったけどひよこめんどくせえな。2体並んじゃったね。いやいや、すごいな。仲良しさあ、はい、私このね、右上のおアビリティロックが結構面倒ですよ。右上ね。はぁー、三世。やって、エリナちゃん。ルパン三世。いや、見たことないだろ、ルパンを。ルパン見たことないやつの。いや、藤子ちゃんって呼んだだけだろ。持つ、あと2枚。もう、よし、まずひよこからの。ひよこですね。気づけば卒業で、ハートも取っちゃうんですよね。まあね、取っちゃうんでしょうね。お、取っちゃうんでしょう。取っちゃっ、いや、今取ってもしょうがないでしょ、これ今残したんだ。もうちょっと回復してからじゃないと。じゃあ、普通に攻撃。おひよこ、ひよこでーす。戻った。おー、計算のうちですよ。ボスが消えてもギミックは残るんだね。おー、すごい。まあまあだな、まあまあ。チョブってどうやって押すんですか。2回トントン。やってごらん。ありがとう。すごい。ありがとう。ありがとう。もういいよ。おお。見せてくるじゃないか。さあ。さあ。よし。
いいよ。また貫通だって忘れてた。さあ、SS 溜まってるよ。お、これ私やっていいんですか。行く、うん、やっちゃう。みんなに当てていかないとダメだよね。本当はどういけばいいの。こうやってダメですよね。これはみんなに当ててもらいたいんで、うん、みんなに当たるような場所で。え、難しいこと言わないでください。やってみよう。そこ一回下にバウンドさせてからここバウンドって言ったから。うん、その方が。あー、時間が20秒しかないんです。ごめんなさい。 SS どれだけ。おー、すごいすごい。あと一息。これ置いてひよこ状態でも SS は使えるんですか。できないです。できないんだ。まいったな。試しに押すと分かるんですけど、一回ちょっと戻って押してもらって。まいったな。とっつぁーん銭形警部。あ、いや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 、はちゃめちゃ。ちょっとさあ、スピクリいけるか。まずはこれで戻ってくるんだ。これでいきますよ。 OK。 と戻って、あ、いやいや、2回通ったからひよこに戻っちゃった。2回通ったらひよこに戻っちゃったから。さあ、スピクリはエグナちゃんにかかってるよ。これみんなに当てるんですか。うんうん。いや、当てる。気持ちの問題。あら、あ、SS 押してないね。あー、押したと。ふぅー。なんでこった。ふぅー。さあ、大丈夫だね。多分残してくれるよ、エリナちゃんまで。いいとこ見せたい。残してくれる。いや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 なんで最後。えマッチすっとばりのやつじゃないですか。おい、エンジェル立てろ。何のためらいもなくて。いやー、でもひよこいうか、面白い。みんなひよこになってるねー。面白いな、これ、うん、こんな感じなんですね。うん、いいですね、うん、究極はまだ行かないでおこうか。もうちょっと成長、もうちょっとね、成長してから、うん、ね、戻ってきます。さあ、そんな感じですね。そうだね、はい、はい、また欲求とか交えて、じゃあ究極いきましょうかね。ね、エリナちゃん、だからちょっと頑張ってさ、はい、鍛えといて、うん、そうですね、私、うん、アシスタントなのにアシスタントできてないって言われちゃうから、うん、やっぱりちゃんとここは真面目に。お、いや、もっとできない人もいるし大丈夫だよ。ね、頑張って育ててきます。はい、はい、そんな感じでございますね。皆さん、ご視聴ありがとうございます。ゴージャス動画ではですね、チャンネル登録をお勧めしております。チャンネル登録ぜひしてくださいね。今ね、あなた落ちって、あ、ちゃんと押してねって。はい、本日はここまで。また次回お会いしましょう。バイバーイ。ぬるい試合だったな。最後、SS なんで打たなかったの。私忘れちゃうよね。うん、そこの成長の一つですかね。いやー、なんででしょうね。あ、絆報酬。絆報酬、初めてもらいました。いいこといっぱいあるんですよ、フレンドになっとくと、ね、フレンド先生、ね、弱いから誰もフレンドになってくれないのかなって思ってます。まずはね、ほら、いっぱいいるから、大人が。ここはやった。じゃあ強い大人をいっぱいフレンドにして、うん、うん、助けてもらいながら成長します、うん、そうやって人生もやっていくと楽だよ。勉強になりました。解散しましょう。解散。